はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。トニカピアノが1台入っております。 TU5 というモデルですが、トニカは今までの動画でも何度もお話してましたが、大橋ピアノを創業したですね、ヤマハの基礎を作ってディアパソンという会社を作って、いい材料を使いすぎて倒産して、そしてそこを飛び出して、独自のブランドで大橋ピアノっていうのを作ったですね、大橋畑岩さんっていうね、昭和の名工と言われる、日本のポルシェと言われるような、ピアノを、すごいピアノをね、作った方なんですが、その方がですね、一時的にトニカピアノの技術指導っていうか、そういう、まあ実際作ってたね、ことがあるんですね、一時期ね。で、その時に作られたトニカピアノっていうのが、結構ですね、中古で出るのがなかなかなくてですね、今回入ってきた TU5 がですね、大橋さんの名前があるか調べました。ありました。大橋畑岩さんの直筆の、ペンでですね、書いてありましたよ。ご覧ください、こちらです。はい、茶色いね、普通の形のピアノですが、3本ペダルなのに象牙ですね。大体ね、象牙のピアノというのはもう古いので、もうあの2本ペダルがほとんどなんですが、3本ペダルの象牙なんですね。ちょっとガムテープの跡とかありますが、この辺は綺麗になりますので、その辺は大丈夫ですが、色が変色しております、黄色くね。これは綺麗に治りますよ、ちゃんとね、漂白しますので大丈夫です。結構傷のダメージが多いですね。蓋の上も、いっぱい傷がありますね。まあちょっと修復が大変かなとは思いますが、この傷は治さなくていいと言っていただいたら非常に助かります。あの、その分は安くしますね。ここのところがちょっと切り込みがこんな風に入ってていい感じでしょう。これね、わーっとこうデザインがねなってます。そして、トニカピアノ TU5140389 となってます。中はこんな感じですね。まあ、そこそこ年代は経ってるものですが、ここですよ。このね、奥のところに保証書が入ってるんですけどね、見てください。いいですか。じゃーんじゃーんっていう大げさに言うほどではありませんが、見てください。ここに大橋畑岩と書いてますね。すごいですね。直筆ですよ。万年筆で書いてありますね。直筆で書いてますね。記録表がこうやって、トニカ楽器ということで出ておりますがね。最後の調律が、昭和61年までされてましたのでね。それ以降してないので、音は相当狂ってると思われます。それでは音を出してみます。中音部からです。ピアノみたいな響きですね。音的には古い音です。現代のピアノのこの響きとは違いますね。古き良き時代の昔の響き方ですが、こういうあの枯れた感じっていうのかな、古い響きが好きな方実はいらっしゃってね、あのグランドを買いに来られた あるピアノの先生も、昭和40年代のちょっと枯れた感じのピアノの音が好きだからないですかって、うち実はいっぱいあるんですね、その辺のピアノは。それを、まあ、現代の音にね、ハンマーを交換したり変えることも可能なんですが、古いままがいいと言っていただける方もいらっしゃいます。まあ、あの大橋畑岩さんが直接手掛けたピアノですので、まあ、そういう意味でも価値を感じていただける方にお譲りしたいと思います。一応ね、傷修理にお金かかるので、傷修理を含めた値段をつけますが、それがいらんと言っていただけたら、値段は安くしますのでね、おっしゃってください。それではトニカピアノ TU5 のご紹介でした。それではさよなら。